ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回はカエルの歌をどんな音階でアレンジするの？今回は、ホールトーンスケールという音階を解説し、その音階を使ってのアレンジの一例を紹介するぜ。ホールトーンスケール？一体どんな音階なのか気になるところね。それでは、ゆっくりしていってね。まずはホールトーンスケールを聞いてみるぜ。もう一つのパターンも聞いてみよう。なんだかつかみどころがない独特な雰囲気ね。この音階は全音音階とも言われ、各音の音程が全音のみで構成された音階なんだ。どこから始めても音程が全て全音のため、2通りの構成音パターンしか存在しないんだ。主音によって構成音が12パターン存在する長音階や短音階などと違うんだね。そうだぜ。なので、異調の限られた戦法の一つともされているぜ。なるほど。でも、この独特すぎる音階をどうやって活用するの？そうだな。例えばだが、このホールトーンスケールはオーグメントコードと相性が良いので、オーグメントコードに合わせて装飾音的に使用する方法があるぜ。オーグメントコード？コードの根音から数えて、強3度と完全5度の音を乗せると、メジャースケールとなるよな。そうね。そのメジャースケールの、5度の音を半音上げた和音が、オーグメントコードだぜ。このコードは、構成音の間隔がすべて強3度の音程、つまり、全音2つ分になっているため、最初に紹介したどちらかのホールトーンスケールの構成音に当てはまるんだ。例えば C オーグメントの構成音はこのようになっているので、タイプ A のホールトーンスケールの一部と一致する。曲の中でオーグメントコードが出てくるときに、適応するホールトーンスケールを鳴らすことで、違和感なくホールトーンスケールを曲の中に取り入れることが可能なんだ。なるほど、そういう使い方ができるのね。この方法を使ったカエルの歌アレンジを曲のコード進行とともに流してみるぜ。見やすくするため、ホールトーンスケールのみをタイプごとに色分けして鍵盤に表示するよ。それではどうぞ。ご視聴ありがとうございました。